どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、あまたの食通を虜にし続ける名古屋随一の名店でもあります、こちらとんかつ朝倉さんのロースカツ定食を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介するこのとんかつ朝倉さんがある場所は名古屋市緑区です。こちらのお店では名古屋名物の味噌カツではなくて塩で味わうロースとんかつが絶品で、常に行列ができる超人気店です。営業時間は午後の5時から午後の9時までです。こちらがこのお店のメニュー表です。この中から今回は特上ロースとんかつ定食を注文しました。一体どんなとんかつが食べられるのでしょうか。非常に楽しみです。さて、注文した特上ロースとんかつ定食が運ばれてきました。とんかつ朝倉さんはこの美しい黄金色の薄い衣が特徴的なんです。こちらのロースとんかつをより美味しく味わえるように自家製のソース岩塩も提供されますが、まずは岩塩につけていただいていきます。一口いただきますと言葉を失うほどとても美味しいロースとんかつが味わうことができます。岩塩を少し合わせることで本来の甘みが強調されたように感じます。とても美味しいです。続いてはこの自家製ソースにつけていただきましたけれども、こちらも絶品でとても美味しいです。あっさりとしていて非常にこのとんかつとよく合います。そして今回はプラス160円でこのすだちおろしも注文しました。こちらにもとんかつをつけていただいていきたいと思います。こちらのすだちおろしにつけていただいたとんかつはとてもさっぱりとしていて非常に食べやすくなりました。ロース特有の脂っこさは控えめで、プリッとした弾力とともに突き抜けていくこの優しい旨味、香りがもうたまりません。とんかつ朝倉さんでは自家製のパン粉を使って二度揚げをすることによりこのジューシーさを演出しているんだそうです。もはやこちらのお店のロースとんかつを食べてしまうと他のお店のとんかつが食べられなくなってしまうほど柔らかくてジューシーなとんかつを味わうことができます。お肉への火の通し方も絶妙で、脂っこさが全くなく、どちらかというと甘くて柔らかいジューシーなとんかつを味わうことができます。ぜひ名古屋に来た際にはこのとんかつ朝倉さんに立ち寄ってこの極上ロースとんかつ定食を食べてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!